今日もトリちゃん見ていただきありがとうございます。トリニティマーケティング部のピンクです。今日はスペシャルな回となっております。こちらのトリニティがスポンサーをしているキックボクシングの原口健人選手とパンちゃんリナ選手が、出場した大会のオフィシャルグッズがありますので、こちらを福袋として皆さんにプレゼントしたいと思います。中身気になりますよね。どんなものがあるのか実際にご紹介していきます。それでは行ってみましょう。ではまずライズファンの皆様に見ていただきたいのがこちらの福袋です。これが2022年4月2日国立代々木競技場で行われました那須川天心選手のライズとしての最後の試合になるじゃないかなと思うんですが、こちらのタオルと那須川選手の写真が入っております。こちら未開封のタオルです。で、続きましてこちらライズの、あ、この3つはライズのオフィシャルグッズです。これがあのスマホのスマホグリップって言って、これがなんか強力な粘着シールがついてるので、これ多分ピロッと外してスマホの背面にこうやってやるやつで、ボッて出てきてここに指かけられますよみたいなグッズだと思います。で、これがマスク、洗えるマスクでした。あ、UV カットとか書いてあります。こちらがクリアファイル、ライズのクリアファイル。こちら4点セットで1名様にプレゼントします。こちら転売はご遠慮ください。こちらちゃんとなんか売られてるものでしたので。で、あ、そうだ、この試合が那須川天心選手のライズとしての最後の試合だったんですけど、その1個前にトリニティが応援している原口健人選手の試合がありまして、見事 KO 勝ちしました。で、 KO 賞としてトリニティが iPhone を原口選手にプレゼントしております。で、その動画ももうすでに上がってるので、皆さんぜひチェックしてみてください。結構ね、なんか目をこうキラキラ輝かせて、え、すげえっていろいろ感動してくれている動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。こちら1名様にプレゼントいたします。はい、続きましてこちらライジンのファンの皆さんにお届けしたい福袋の中身がこちらです。9月19日の埼玉スーパーアリーナで、トリニティが応援しているパンちゃんリナ選手が試合をしましたので、その時のグッズになります。で、こちらが、協賛のヨギボの首に巻くタイプのやつで、ヨギボっては書かれてるんですけど、ライジンとは書かれてないので、はい、逆に使いやすいんじゃないかなと思います。で、これが、ビップパス。なんかこう、ファンの皆さんの中では結構このビップパスがね、転売で出回っているとかいないとかという噂を聞きました、この間。ですが、ちょっと転売は、ご遠慮いただければと思います。ちょっと、なかなかこう、レアな感じなんじゃないでしょうか。で、これが、その、試合の時のパンフレットですね。パンちゃん選手もいます。じゃん。ここにいます。この時の試合も勝ちまして、今リハビリ中で復帰するために頑張ってるんですけど、この時はこう勇ましく試合をして見事勝っていただきましたのパンフレットと、これはクリアファイルとなっております。これが大木久保さんのカードです。この 1,2,3,4,5 5点をセットでプレゼントいたします。こちらすべてちょっと転売はご遠慮いただければと思います。はい、では最後にご紹介するのが、まだ皆さんの記憶に新しいんじゃないでしょうか、ザ・マッチ2022のグッズを1名様にプレゼントいたします。ザ・マッチがもうね、皆さんの方がもう全然もう詳しいと思うんですが、ライズとライジンのコラボ決戦ということで、私も格闘技あんまり詳しくないんですけど、もうツイッターとかすごい湧いてたし、なんか
素人目でも、あ、すごい試合だったんだなと思う試合でした。こちら、那須川天心選手と武選手が出る2個前に、私たちがスポンサーをしている原口健太選手が出まして、見事勝ちました。これもちょっと記念すべき試合だったなと思っております。こちらの中身が容疑棒と、このねパンフレット、こんな感じ、じゃん、一瞬ですが、じゃん、原口健太選手もいます。はい、あとこれがビップパス。こちらもちょっとファンの皆さんにはすごくレアなものかと思います。ビップパスと、その他のなんかいろんな記念のチラシと、こちらはザマッチのグッズではないんですけど、原口健太選手のオフィシャルグッズ、こちらロゴがついているものです。ブラックとホワイトのマスク、2枚1組になっているマスクがあります。すごい豪華。こちら5点セットで1名様にプレゼントいたします。こちらもすごいファンの皆さんみんな欲しいと思うんですけど、転売はご遠慮ください。以上 3つの試合の時の記念のものを各1名様にプレゼントいたします。で、私たちトリニティはキックボクシングの原口健人選手と、あとパンチャーリーナ選手のスポンサーをしておりまして、お二人のことすごくすごく応援してるんですね。なのでこれから原口選手とのコラボ動画とかも載せさせていただいてるんですけれども、お二人にとってもトリニティにとっても何かこう面白い企画とかを考えて、これからどんどん公開していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんこれを機にフォロー、チャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。ではでは、詳しい応募の方法や応募期間などは、概要欄に載っておりますので、皆様ふるってご応募ください。この動画がいいねと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。